1824年のフェニーチェ劇場での初演の際の版画エジプトの十字軍はジャコモ・マイアベアによる全二幕のオペラでエジプトの十字軍騎士とも表記される。1824年3月7日にベネツヤアのフェニーチェ劇場にて初演された英雄的メロドラマと名打たれている。本作の成功をもってマイアベアは活躍の場をイタリアからパリに移すことになった。 初演で主役を務めたベルーティ本作はマイアベアのイタリア時代の最大の成功作であり、最後の作品でもある。本作はカストラートを主役に作曲された最後の重要作品としても知られ、ロッシーニの模倣を出して個性を確立し、ロンドンとパリでの再演を通じて、その名がヨーロッパ全域で知られた。エジプトの十字軍の人気ぶりは、 イタリア全土の歌劇場が上演したがったと伝えられるほどであった。イタリアでの上演については、ベネツィアでの初演は、カストラートのジョバンニバッティスタ・ベル,ルーティや、アンディエッタ・メリック・ラ・ランドが出演し、これに続き、同年6月のフィレンツェのペルゴーラ劇場での上演では、ベル,ルーティは出演したが、パルミーではアデライデ・トジが務めた。1ヶ月後のトリエステでの上演では、 ニコラ・タッキナルディとカロリーナ・バッシラが出演した。英国初演はロンドンのキングズ劇場にて1825年6月3日に行われ、ベッルーティは出演し、マリア・マリーブランもフェリー契約で出演した。オペラ自体は熱狂的に迎えられたが、ベッルーティは悪意のある攻撃にさらされた。背景にはカストラートはロンドンでは30年以上。 舞台から遠ざかっていたという事情があったのである。フランス初演は1825年9月25日にパリのイタリア座で行われ、ジュディッタ・パスタとニコラ・プロスペル・ル・バッスールといったスター歌手が出演した。フランスでもカストラートが好まれなかったことから、パスタが主役を務めたのである。この当時のイタリア座のレパートリーで、ロッシーニ以外のオペラはマヤアベアの本作だけであった。 本作が上演できた背景には、親友ジョアキーノ・ロッシーニが1824年に、この歌劇場の総支配人に就任したという事情も、介在したのである。ロッシーニは、このドイツ人から、イタリア人、さらにその後フランス人となった、音楽家に深い愛情を保っていたのである。1825年時のマイアベア本作は、 古典派音楽からロマン派音楽へ移行する過程に該当するが、チェンバロバンソーのレシュタティーボが残っていることや、カストラートが主役に設定されている点は、古典派の顕著な特徴である。カストラートについては、ロッシーにパルミラのアウレリアーノ、メルカダンテ、アンドローニコ、エジプトの十字軍で主役を務めたジョバンニバッティスタ、ベルーティが1830年に引退し、 オペラの舞台からカストラートは姿を消したのである。マヤアベアは当時イタリアで流行していたバンダをまさにロッシーニのやり方に習って採用しており、彼はこの手法をパリでも引き続き採用したのである。フェニーチェザの喝采をさらったこのオペラはロッシーニの影響をあらわわにしながらバロックの古風な響きからマヤアベア自身の新規なアイデアまで一色他に盛り込んだ 奇抜な作として観客のの支持を得たのであるエジプトの十字軍にフランスの部隊の研究を加えた結果が悪魔のロベールであると言われるようにマイアベアのイタリア時代の集大成から新たなパリでのグランドオペラへの展開につながる転換点となった。台本作家ガエターノ・ロッシュとのエジプトの十字軍はイタリアでのマイアベアの名声を頂点に押し上げたのであるがロッシュとは ロミルダとコンスタンツァ、レスブルゴのエンマ、見出されたセミラーミでデでも組んでいる。ロッシュはロッシーニのタンクレーディとセミラーミデやドニゼッティのシャモニーのリンダなどのオペラの台本も手掛けている。本作は神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世が率いた第6回十字軍演征を題材としている。しかし、歴史的背景として設定されている程度で、 政治的な事案が扱われているわけではない。合唱、キリスト教徒の奴隷と、騎士、エジプト人、イスラム教の指導者と、主張第一幕、約2時間、第二幕、約1時間30分、全体で、約3時間30分十字軍による、ダミエッタ攻撃ロードス騎士軍は、イスラム教徒との戦いに敗れ、騎士団の一人のアルマンド・ドルビルでは、 敗戦の混乱の中でろうじて生き延びていた。彼は、エジプトのイスラム兵士に変装して、ダミエッタ市に入り込んで生活していた。その後、偶然にもスルタンのアラディーノの生命を救うことに、貢献できた。アルマンドは、エジプト人には、エルミレーノという偽の名を使い、スルタンの娘、パルミーデと幸運にも恋に落ち、プロヴァンスの娘、フェリチアとの約束を破り、密かに、 パルミーデとの間に一時の父親となっている。彼は今やエルミレーノとしてスルタンに仕えダミエッタの軍隊の指揮官をしている。しばらくするとロードス騎士団がスルタンに和平の締結と捕虜の交換を申し入れるためダミエッタンに大使を派遣する。このような状況を背景として話が進められる。第一場スルタンの宮殿の中には右手に ヨーロッパの奴隷たちの居住地1854年のパリでの再演時の衣装夜明けだというのに奴隷の身分となった廃山兵たちが宮殿の中庭に強制労働に借り出されてくる。彼らは祖国を離れて捕虜の身でいることを嘆いて歌い、高速から逃れるために死を望み、愛する祖国よと合唱する。スルタンの娘、パルミーデが登場し、奴隷たちが彼女に挨拶をすると、 彼女は嬉しそうに奴隷たちにエルミレーノからの贈り物を与え、心を優しくも彼らへの同情を表明し、アリア、エルミレーノの贈り物を歌う。スルタンであるアラディーノが姿を現すと、奴隷たちは身落ちに伏せて、服従の姿勢を示す。彼はちょうどこの日にエルミレーノが戦いに勝利して帰還し、戦利品をパルミーデにもたらすだろうと告げる。二人は危機として、 二重章勝利はこの胸にを歌う。群衆は英雄の到着を待っているが、大臣のオスミーのだけは自分が王座についてパルミーデと結ばれることを望んでいるので、スルタンがパルミーデにエルミレーノが将来の彼女の夫になると告げるのを聞いて、密かに怒りを燃えたギラス。ラッパが英雄の帰還を告げると、エルミレーノは勝利を表明する。 スルタンは彼を抱きしめ、彼のすべての希望が満たされることを彼に確信させる。エルミレーノは自分の望む唯一の報酬は愛であると言い,い、群衆は彼を勝利の英雄として看護する。第二バナイル川近くのロードス騎士団の野営地、騎士たちは平和への憧れを歌い、フランスへ帰ることを望んでおり、船を見ろという合唱となる。隊長アドリアーノは、追いのアルマンドを失ったことと、 スルタンとの和睦の問題に関する彼の気持ちを深く考えている。アドリアーノと騎士たちが退場した後、エルミレーノとパルミーデが息子を連れて登場する。彼らは自分たちの罪がやがてスルタンに暴かれるであろうことを感じて絶望している。私たちにはもはや愛の希望はない。パルミーデと息子は立ち去り、アドリアーノと騎士たちが登場する。エルミレーノが彼らを迎えると、 アドリアーノは死んだと思っていた老いのアルマンドであることに気づく。アドリアーノは老いが自分の制約を守らず故郷を捨てたとアルマンドを叱責する。アルマンドは自分の剣をアドリアーノに引き渡し、アルマンドに名誉貸しを選ぶように求める。アルマンドは彼の父の剣に騎士道に対し忠誠を誓い、アドリアーノは彼に剣を与える。二人は最終的な勝利を誓い合う。 二重唱無敵の剣を歌う。第三話宮殿の中には、フェリチアを演じたラランド・フェリチアが断層して、アルマンドの墓を探すために、ダミエッタにやってくる。彼女が宮殿の中庭に入ってくると、そこでは、パルミーデの女中のアルマが、パルミーデとアルマンドの子供であるミルバの世話をしている。その子供の面影が、死んだと思われているフェリチアの言い名付けに似ていることに、驚き感動して、 その子を思わず抱きしめる。パルミーデが入ってくると、フェリチアは、この子が自分の弟に似ているので思わず抱きしめて、しまったのだと言い訳をする。パルミーデは、フェリチアの本当の正体に気づいていないので、この子はアルマンドの子であるという。フェリチアには、彼女の話から、ひょっとして彼が生きているのではないかという思いが浮かび上がる。そこで、フェリチアは、自らの蘇生を明かし、 自分のアルマンドへの愛を告白する。フェリチアは、かつてアルマンドが彼女に歌った、セレナーデ、若い、小さな騎士がを改装する。パルミーデも、同様に同じセレナーデを歌い、それを繰り返して歌うアルマンドの声が聞こえてくる。続いて歌われる30、三0章決して試すなで、パルミーデとアルマンドは二人の愛を高らかに歌い、これを聞いたフェリチアは、 アルマンドを取り戻すことはできないと悟り、幸福そうなパルミーデとアルマンドを心ならずも祝福する。第4波王宮1835年ベネツィアでの再演時のデザインスルタンと帝臣たちは平和条約の署名に来るロードス騎士団の到着を待っている。エジプトの司祭たちの合唱は提案されている平和協定への不満を表明する。しかし、スルタンは アドリアーノと騎士団を迎え入れ、平和協定の条項に合意し、奴隷となったヨーロッパの捕虜全員を解放することにする。アラディーノはエルミレーノの5年間にわたる自らの王権に対する貢献に謝意を表し、パルミーデとエルミレーノの結婚の日を祝うため、人々を招き入れる。エルミレーノが騎士のロードス服装で登場し、もはやエルミレーノは存在しないといい。 自らの蘇生を表すのを見て、突然の裏切り行為に驚愕する。続くヨエ賞、やっと騎士を知ったかで、アルマンドは騎士道への忠誠を宣言し、パルミーでは苦悩を表し、アラディーノはエルミレーノの想像だにしなかった裏切りを非難する。アラディーノはアルマンドを殺害しようとするが、フェリチアが止めに入る。フィナーレでは全員が困惑した感情を表現する中、 スルタンは戦争の再開を表明する。対立する両軍のコーラスと打楽器軍が激しく打ち鳴らされ、グランドオペラさながらの場面となる。スルタンの家臣たちは、騎士団の軍旗を引き裂き、彼らを包囲する。アラディーノは、オスミーノに、騎士団全員を捕らえる、よう命令する。第一場宮廷の中には、アドリアーノを演じたクリベッリオスミーノは、アルマからミルバが、 パルミーデとアルマンドの子であることについて教えられ、スルタンに知らせに出て行く。フェリチアは未だ変わらぬアルマンドへの愛を、アリア、ああ、私はまだ彼を愛していますで歌う。途中から、オスミーノと合唱が加わり、掛け合いとなる。パルミーデが登場し、悲観にくれつつも、すべてが幸せな愛を語ると歌う。アルマが子供を伴って登場し、引き続いて、オスミーノと、 スルタンが登場する。パルミーでは子供を抱きしめ、スルタンはその子を殺すと脅す。パルミーでは、父もかつてはエルミレーノを愛していたではないか、ゆりかごからあなたに微笑む無邪気な孫を殺すことなど、できるのかと涙ながらに訴え、アリや絶望する母を訴い、かつての中心とその子の血を流さないように懇願する。アナディーノは、娘の訴えに態度を改め、どうして、 そんな残酷なことができようといい優しく二人を抱擁する。救われたパルミーではありや何という喜びで歓喜を表す。アルマンドとアドリアーノは逮捕されるが、ミルバがアルマンドの息子でスルタンが彼を許したことを知ると、アドリアーノはアルマンドをお前などもはや同族ではないと罵る。アラディーノが騎士たちを解放して場を立ち去る。 第2バナイル川近くの荒廃した神殿1825年パリでの上演時の衣装、オスミーの率いるイスラム教徒の帝臣たちが裏切り者のアラディーノを待ち伏せし、打ち倒そうと企んでおり、恐ろしい静寂の中で、お合唱する。彼らは遺跡の中に隠れている。アルマンド、パルミーで、アドリアーノ、フェリーチェ、ミルバが登場する。アドリアーノは、 異教徒のパルミーデを祖国へ連れ帰ることに反対すると、アルマンドが彼女は5年前に秘密裏に、キリスト教に啓示したのだと説明する。アドリアーノがパルミーデに、キリストに誓う、よう要求すると、彼女は祈りを捧げる。これに皆が幸応し、慈悲深き神よとなり、祈りが捧げられる。パルミーデは、キリスト教に啓示、アドリアーノは、アルマンドとパルミーデが結ばれることを祝福する。 そこへ、アラディーノが登場して、娘の裏切りを非難する。アラディーノは復讐を宣言し、アドリアーノはアラディーノへ公然と戦いを挑む。オスミーノとイスラム教徒の帝臣たちは、アラディーノに相手に屈しないように申し入れ、スルタンはオスミーノに、騎士たちを再び遊兵するよう命じる。第3話宮殿内の収容書1824年。 ベネツィアでの初演じのデザインに遊兵されて絶望的な状況に陥ったアドリアーノはすべては終わったを歌い心情を吐露するドアが開きフェリチャを含む騎士が現れるアドリアーノと騎士たちは神に最後の時の恵みを祈り神の栄光を歌う神々しい光アラディーノが衛兵たちと現れ降伏し剣を差し出すよう要求するアドリアーノは断固として拒否し 自らの剣を折り、騎士たちにも同じことをせいよという。騎士たちはこれに従い、剣を折り、それを衛兵に投げつける。アドリアーノはこれこそは我らの鋼、死に望んでの英雄的行為、強靭な精神の怒りに対する勝利なのだというと、騎士たちも高揚する。アラディーノとオスミーノは死を確保した恐るべき自尊心だと驚く。アドリアーノと騎士たちは尊大な態度で、 不滅だ。我らにとって、死は栄光であり、不滅なのだと言って甲骨となる。アラディーノは衛兵たちと立ち去る。第四馬ダミエッタの大きな広場1826年のスカラザデの上演時のアレッサンドロ・サンキリコによるデッサン・アルマンドは広場に引き立てられてくる。アルマンドはもう二度と会えなくなる愛妻のことを思って生まれ変わる日を歌う。フェリチアと騎士たちは、 オスミーノと宮廷の高官たちに連行されてくる。宮廷の高官たちは騎士たちにアラディーノの暗殺に加担するなら解放してやろうと約束する。宮廷の高官たちは極秘の話を聞けを合唱し、騎士たちを武装させる。アドリアーノはこの武器でスルタムを倒すことができるという。アラディーノがパルミーデを連れて姿を現すと、オスミーノに騎士たちを殺害するよう命じる。 オスミーノは、アラディーノに向かって走り寄り、スルタンが最初に死ぬのだと宣言するが、アルマンドは剣を引き抜いて、アラディーノを守り、騎士たちに裏切られたスルタンを守るよう命じる。アドリアーノはアルマンドに倣って、真の勇気を奮い立たせる、よう騎士たちに呼びかける。反逆者のおスミーノと交換たちは騎士たちに捕らえられ、アルマンドは自分の剣を手放して、アラディーノの足元に置く。 フェリチアとパルミーデはスルタンに慈悲をこう。アラディーノはアルマンドを許し、アルマンドとパルミーデを抱擁して祝福する。アルマンドはパルミーデに、プロバンスへ私と一緒に行こうと言って、騎手たちと船に乗り込むのだった。ありがとうございます。